チャオ、あっちゃんです。ちょっとこの前ね、面白そうなガチャガチャあったんで回していきました。では開けてみたいと思います。はい、ってことでね、開けてみましょう。何かっていうとね、こういう金色のね、袋に入った紫色のなんかこんなものが入ったガチャガチャ。これ座布団やねんけどもね。この金色は何かっていうとね、何が出てくるでしょうか。これはね、まず開ける前にこれ見ましょう。金色のね、縁起物、黄金堂飛翔全10種類、何が出てくるのかっていうと、黄金の置物、24金メッキ仕様、何かっていうとね、キツネさん、これはゼニガメ、招き猫、カエル、竜の開運、紫座布団は開運、赤座布団は金運。同じやね、同じのが5種類のかける2、座布団色違いで10種類が出ててね。これはシークレットがないのかな、うん、シークレットはなさそうな感じ。5種類のね、金の置物、何が出るでしょうか。金色の巾着が入ってね、かなりこう縁起物っぽいねんけど、お、何でしょうか。あ、結構重たいぞ。金属や、24K ゴールド、24金メキ仕様って書いてあるよね。ゼニガメ、ゼニガメって亀さんのね、こういう縁起物、座布団に乗せてね、亀やねんけども、ゼニガメって何か言ったら金運の証、お金、亀さんはね、金運の証やねんけども、奈良県のね、あれはどこになるのかな、イカルが、市議さん、市町村寺って言ってね、虎の、お寺があるんだけど、虎がだったらお寺、笠地が祀られてるお寺があるんだけど、そこにね、ゼニガメ堂って言ってね、ゼニガメ堂っていうところ、金運の神様でね、お財布を置いてこうお参りをするとね、金運が上がるよって。あちゃんまだ行ったことない。だから金運が悪いんだけど、また近いうち行きたいなっていうか、前から行きたいなと思ってて、もう何年も経つないで行けてないんだけど、ゼニガメ堂ってあるぐらいね、ゼニガメって言ってね、やっぱり亀さんは金運の象徴やねんね。全体運の座布団に乗った金運、全体的に金運になれるよっていうことだと思うよね。これが200円で出てきたってことは、かなり運気がいいんじゃないのかなと思うんだけどね。金、西に黄色、西に金色、金色は、金運、西は金運、西に黄色で大金運って言われてる風水があるんだけどもね、西に金の亀さんを置くっていうことやと思うんでね、じゃあちょっと西側にね、この金の亀さんを置いてみようかなとは思うんだけどもね、ちょっと可愛いちっちゃいのね、座布団は全体運の紫、この座布団に、金運のゼニガメさんを置いて西側にお祭りしたいと思います。まあね、この200円のねガチャガチャをバカにしてみるのか、200円のガチャガチャで縁起を担いでみるのか、まあそれでね、人間どうなのか分からへんけど、あっちゃんはこういうね、200円のガチャガチャに対しても縁起を担いでね、西に置いてちょっとね、お参りする、大事にする、大事ちゃうかなと思うね。こういうものにもやっぱ神様を宿るんちゃうかなとあっちゃん思うんだけどね。ガチャガチャで出てきた亀の金運の亀さん、ゼニガメさんやねんけどもね、あっちゃん的に竜がいいかなと思ってたけどね、なかなかそんなうまくは当たりません。でもゼニガメさん嫌いじゃないです。いやいや、好きです。壁さん好きっていうか、お金が好きだからね、お金さんが集まるようにゼニガメさんが出てくれたんやと思うよね。まあ、ゼニガメさんにちなんでお金持ちになれたら嬉しいなっていうことでね、ゼニガメさん西側に祭りたいと思います。でね、やっぱりね、ね、なんていうのかな、ゼニガメさんがね、こういてるってことはすごいいいことや。家にしてもね、仮装にもいいことやと思うんでね。やっぱりのこの西に黄色のゼニガメさん、黄色って金色のね、金色なんてもう最高に金運っぽいやんか。だからね、ちょっとこれは良かったかなと、回して良かったなと思うガチャガチャでした。なかなかこういうのね、子供がするガチャガチャじゃなく大人がするガチャガチャやね。これ200円じゃ安いんちゃうかなと思います。
はい、これにねちょっとなんかね QR コードがあってね、なんかいろいろ書いたんで見てみましょう。SNS で情報発信、 UL 公式の YouTube、 UL カプセル等位のね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Twitter、 UL 公式 Twitter フォローいいねお願いします。カプセル等位のね最新情報が出てるよって、で UL のインスタグラムフォローいいねお願いします。どんだけねフォローいいねをね頼んでんねんちゅう話やけども、ね、ね、スタチョも後で見てみたいと思います。黄金堂、秘書ってやつね、ちっちゃいちっちゃい亀さんが出ました。ね、金運座布団も良かったけどね、この紫色の全体も綺麗でね、あちゃん結構紫も好きなんで、これはこれで良かったかなと。またゼニガメさんが出てくれたもちょっと良かったかなと思いながらね、これを西に飾っていきたいと思います。ということで、まあね、亀さんのね、ガチャガチャ、これを皆さんはどう思いますか。回してみたいですか、嫌ですか、いらないですか。あっちゃんはこれは良かった、回して良かったなと思うんだけどね、まあ、ちょっと最近運気が悪いなとかね、何かないかなって、いいこと起こないかなって思う人はぜひぜひこのガチャガチャ回してみてください。信じるものは救われる、こういうね小さなものガチャガチャで出てきたものっていうことで粗末にするんじゃなく大事にするっていうのが大事ちゃうかなと思うので、大事にしてお祭りすることによってこのね200円のガチャガチャが大化けしてくれることを祈りながら、あっちゃんはこれを大事にしたいと。こんな感じでね、ガチャガチャやからってバカにするんじゃなくね、やっぱガチャガチャでもねこういう面白い、良さげなものも出てくるよっていうお話でした。はい、ってことでね、ガチャガチャから出てきたゼニガメさん、金色でねちょっと可愛いねんけどもね、このカメさんねいいんじゃないの、かなんのにね、もっと大きかったらあれかかるけど、まあ、ちっちゃいからってご利益が落ちるわけでもなく、ガチャガチャやからご利益が落ちるわけでもなくね、まあ、こういうねカメさんの置物に対しても心を込めてお参りする、お祈りをする、なんか大事ちゃうかなと思うね。だからあちゃんはねこれが出て本当にちょっと良かったなと思ってるんでね、まあ、これちょっと飾り、西側に飾って縁起を担ぎたいと思います。ということで今日のあっちゃんのガチャガチャ紹介、黄金堂、 UL のガチャガチャ、黄金堂の金の亀さん、ゼニガメさん、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。この動画に対して高評価を押してくれて応援コメントをいただいた方は漏れなくゼニガメさんがみんなにご利益を与えてお金持ちになれると思うので、ぜひぜひ皆さん高評価よろしくお願いします。そう、この高評価はあっちゃんにじゃなくゼニガメさんに高評価をしてください。必ず、金運が訪れると思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのゼニガメさん紹介良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。